では今回もはじむねっぽ考察チャンネルやっていきたいと思います。今回はいつもはビビリで人に優しく温厚な一歩がドン引きするほどブチ切れたシーンを全て調べ上げ、独自にランキングした動画を見ていただこうと思っています。一歩が悪者を成敗するスカッとシーンを見たい方はぜひご視聴いただければ嬉しいです。ただ一歩のブチ切れシーンを見ていくだけではつまらないので、動画の最後に一歩の再起へ関する考察もお伝えしたいと思っております。なお本動画は大変長い動画となっております。概要欄にタイムテーブルを掲載しておりますので、見たい部分からご視聴いただければと思います。それでは行きましょう。一歩と鎌川メンバーとの腕相撲対決。一歩が日本フェザー級王者となって真田和樹との初防衛戦が決まった頃、鴨川ジムメンバーは真田の噂話で盛り上がっていました。医者の跡取り息子として働く真田は、勤め先の病院に看護師として働く組もいるため、もしも試合に負けたらベルトと女を両方失うと高村は一歩を脅します。そしてこの流れからいつまでも関係をはっきりさせない一歩に対し、組に告白させようといつもの悪ノリが始まります。一歩は告白を承諾する代わりに、何かで勝負して勝ったらなしにしてもらうよう打診した結果、腕相撲で勝負することになります。しかし高村を含めた3人との勝負はさすがに不公平だということで、練習生の後藤、青木、木村と勝負することになります。木村は怪力の青木に勝負を託すため、少しでも一歩を疲れさせようと頑張りますが、木村との勝負はあっさりと決まり、期待されていた青木もすぐに負けてしまいます。しかしこの流れを見た高村は後藤に鼻血を出させリタイアさせると自ら勝負に出ます。当然猛抗議する一歩ですが、観戦していた周りが一口1000円で賭けが始まるほど大いに盛り上がります。人を陥れることを楽しむ高村を見て、告白云々よりもこんな汚い人間に負けたくないと一歩は怒りをあらわにします。普通に考えれば体格差で高村の圧勝になるはずなんですが、勝負が始まると腕が中央から全く動かず、思わぬいい勝負となります。二人の異常なパワーに支えていた机が真っ二つに割れ、二人は倒れ込み、一歩の手が床についていたので負けが確定しました。普通に考えたら勝負をやり直せばいいのですが、素直な一歩は負けを認めてしまうんですよね。ということで、一歩ブチギレランキング第12位は、一歩と鴨川ジムメンバーとの腕相撲対決でした。今井京介との2度目のスパー。沢村戦で痛めた体の傷が癒えた頃、鴨川ジムに戻った一歩は、音羽ジムの今井京介と再会します。今井は板垣の目の前で一歩へスパーをしてもらうようお願いをします。この頃、今井と板垣は同じフェザー級で東日本新人王戦で戦っていたため、一歩はここでスパーをするのは問題があるから、音羽ジムで足を運ぶと提案します。しかし今井は板垣の目の前で問題はないなどと発言したことで、一歩が板垣のために弱点を引き出す目的で、スパーの申し入れを受けることになります。自分が馬鹿にされたのではなく、可愛がっている後輩の板垣の名誉のためにリングに上がるのがいかにも一歩らしい行動と言えますね。そしてこの後高村と合同合宿の予定があった宮田がジムに姿を現し、ガゼンスパーに力が入る一歩ですが、前回のスパーよりもはるかに力をつけている今井にボロボロにやられてしまいます。ここでしっかり今井に勝って場を締めることができないところも一歩らしいといえばらしいです。そして板垣としては尊敬する先輩幕の内一歩に叩きのめされる今井を期待していたのに、まさかの結果にショックを受けます。この後新人王戦で今井にリベンジする予定の板垣は、一歩に打ち勝てる実力が今井に備わっていることを見せつけられたわけです。ということで、一歩ブチ入れランキング第11位は今井とのスパーリングシーンを選びました。伊達英二に初の敗北を喫した後、初めて悔しい感情を表に出す。一歩ブチギレランキング第10位は、伊達に敗れた一歩が作中で初めて悔しさを前面に出したシーンです。伊達英二に挑戦した日本タイトルマッチで初の敗北を喫した一歩は、最初の頃は組と動物園デートをして気晴らしをしたり、怒りを表に出すことはありませんでした。しかし高村が録画していたタイトルマッチの試合を見返すと、決して実力で劣っていたわけでもなく、伊達も自分のパンチでダメージを負っていたことを知り悔しがるんですよね。一歩はいじめられていた学生時代も怒りを表に出せなかったのに、やっと大好きなボクシングに出会って自信もついてきて胸を張れるようになったのに、伊達に気持ちで負けてしまったことが本当に悔しかったんでしょう。一歩はこの夜何度もビデオを見返して、人生で初めて悔しい、情けないっていう感情を繰り返し味わうんですよね。家に帰るとそんな一歩を見て母のひろこが男の子の顔になったと息子の成長に声をかける名シーンも印象深いです。ということで、一歩ブチギレランキング第10位は伊達戦の敗北を選びました。宮田との再戦を鴨川会長が断っていたことを聞かされ、感情をあらわにする一歩。
一歩ブチギレランキング第9位は、宮田選を鴨川会長が断っていたことに怒りをあらわにしたシーンです。この当時は一歩がまだ日本フェザー級王者となったばかりの頃、宮田から試合の申し入れがあったことを鴨川会長に隠されていたことを知ったシーンです。宮田から直接聞かされた一歩はパニック状態で鴨川ジムに戻り、会長へ問いただします。正直尊敬する会長に口答えしたり感情をぶつけたりするなんてまずやらない一歩が、ここまで熱くなるのは本当に珍しいことです。そして一歩はこの先勝ち続ける自信がない、今が宮田くんと戦える一番いい状態と会長に言ってしまい、張り手を返されます。こうして原作を読み返してみると、一歩は宮田との対決が実現すればその段階で現役引退することが頭にあったんですよね。普通のボクシング漫画はチャンピオンを目指すのが普通ですが、一歩はあくまでもプロのリングで宮田と再戦することを目標にしていたので、もしこのタイミングで宮田と戦っていたら原作としてはもう最終回を迎えるしかなかったんだと思うんですよね。ただ宮田としても一歩に昔スパーで負けて以来、タイや韓国に武者修行に行った後に東洋太平洋王者のベルトを巻くところまで這い上がってきたので、鴨川陣営から試合を断られるのは当然腹が立ったでしょう。ただ鴨川会長が宮田との試合を断り続けたのは、実は一歩のためを思っての行動だったんですよね。会長は自分が入院していた時期に一歩が編み出したデンプシーロールがカウンターに弱く、宮田との相性が最悪だということに気づいていたんです。しかしこの後で防衛戦で対決した島袋に相打ちでデンプシーが破られたことで、一歩自身もカウンターに弱い事実に気づきます。しかし一歩はデンプシーの欠点は見つかっても、また会長がしごいてくれて、八木さんが励ましてくれる、自分の周りの人に対する感謝の言葉を口にして、また前を向いて現役続行を決意します。ということで一歩ブチギレランキング第9位は、宮田との再戦申し入れを断ったシーンでした。宮田戦を軽視するランディ陣営に対し怒りをあらわに。一歩ブチ切れランキング第8位は、宮田と対戦したランディに対し一歩が嫉妬心からスパを挑んだシーンです。宮田が一歩との試合よりランディ戦を優先させたことで、二人の再戦は実現できなくなりました。宮田は父親のボクシングが世界に通用することを証明することを目標にしているため、ランディがかつて父親を破ったボクサーの息子であり同タイプのファイトスタイルであることを知ったためです。一歩も宮田の気持ちを知っていたため、ランディ戦を受けた理由が分かって一度は現実を受け入れました。しかしランディが日本に来日し、スパーリングパートナーとして板垣が指名された際、一歩は付き添いの名目で音羽ジムを訪れた時に隠していた感情を爆発させるのです。ジムに到着すると恋人を取られたかのようにランディを睨みつける一歩、一歩はスパーをして相手の情報を引き出し、宮田の役に立ちたい考えもあったと思いますが、それよりも自分との試合を横取りされた嫉妬心の方が勝ってしまったんでしょうね。スパーが始まると1ラウンド2ラウンドとも板垣がペースをつかみ、一歩もしてやったりの表情を浮かべますが、頻繁にスイッチを繰り返し板垣のリズムを崩したランディはあっという間にダウンを奪います。宮田戦を踏み台にリカルドへ挑戦すると、嘲笑う坂口に対し一歩は明らかに敵意むき出しで拳を握りしめると、スパーはもう1ラウンド残っていると板垣が言い出したことで、ジム内は幕の内コールで一気に盛り上がります。踏み台眼中なし、尊敬する宮田に対し心ない言葉を浴びせられて臨戦態勢になった一歩はリングに上がりファイティングポーズを取ります。しかしここで坂口がスパーをストップし、一歩は振り上げた拳の下ろしどころを奪われてしまいました。ということで一歩ブチギレランキング第8位は、ランディが宮田の試合を軽視した発言をしたシーンでした。会長を老いぼれとバカにするマロンをミット打ちでリングアウト。一歩ブチギレランキング第7位は、フリートレーナーバロン栗田に鴨川会長を老いぼれ呼ばわりされたシーンです。バロンは会長から留守を預かるよう言われていると嘘をつき、高村を除く鴨川メンバーをしごき上げます。しかし会長を老いぼれと呼ぶバロンに対し、徐々に反抗心を抱く一歩はミット打ちを提案します。はじめはバロンのスピードに振り回された一歩ですが、徐々に回転を上げる一歩に気づけばバロンが振り回され、最後はミット越しに一歩のリバーブローをもらいます。そしてここでこの作品のターニングポイントとなる一歩のあのセリフが出ます。世界を目指すのは鴨川会長とだけです。宮田という目標をなくした一歩ですが、これをきっかけに世界を目指し始めるんですよね。このタイミングでジムに到着した高村もこの言葉を聞いて、あんたに聞かせたかったと一歩の決意に胸を打たれます。一歩の会長に対する尊敬や信頼の気持ちを考えると、会長から世界を目指そうと言われたら一歩は再起を決意するんじゃないかなと思ってしまいますね。また一歩は引退後、早見からこの先もずっと脇
脇役のままでいいのかと言われて怒った表情を見せています。これは尊敬する鴨川会長のことを脇役だと言われたからです。普段は強気で来られるとおどおどしてしまう一歩ですが、会長をバカにされると人が変わってしまうんですよね。ということで一歩ブチギレランキング第7位はバロンに鴨川会長をバカにされたシーンでした。八百長試合をするマルコムゲドーに対しブチギレ。一歩ブチギレランキング第6位はマルコムゲドーの八百長話を持ちかけられたシーンです。事の発端は日本ランカー福井選手が所属する塚原ジムのトレーナーバロンがゲドーの八百長話に乗ったことに鴨川会長が気づいたことから始まりました。激高した鴨川会長は塚原への暴力で警察沙汰となり、一歩と八木が仙台まで迎えに行ったことで事件の全容が明らかとなります。その後鴨川ジムに訪れた福井は引退前の思い出作りとして現フェザー級王者の一歩へスパの申し入れに訪れます。鴨川会長はこれを受けてヘタレの塚原のボクサーなどたかが知れている、1ラウンド以内に必ず叩きのめせと福井を焚きつけるような発言をします。スパーが始まり、なんとか1ラウンドで失神 KO で勝利した一歩、目覚めた福井は負けたことを理解すると鴨川ジムを後にします。後を追いかける一歩に福井はゲドーとの八百長試合について事細かに説明します。帰り際福井は塚原会長をヘタレ呼ばわりした鴨川会長を見返すまで引退はしないと宣言し、結果的に一歩は福井の引退を止めることができました。その後ゲドーは日本に来日すると鴨川ジムへ訪れ、なんと直接八百長を持ちかけ、鴨川会長の怒りは最高潮に達します。鴨川会長は200万円全額総取り、ウィナーテイクスオールで敗者はファイトマネーゼロ、1ヶ月後後楽園ホールで試合を行うと明言します。ドアの前で盗み聞きしていた一歩はここで初めてゲドーと顔を合わせますが、相手は顔も名前も覚えられておらず、あの腐った脳みそに拳を叩き込めと鴨川会長に檄を飛ばされます。試合前日計量会場に現れたゲドーは今度は一歩へ直接300万円出せば負けてあげるよなどと八百長を交渉し始めます。ボクシングを冒涜するゲドーの態度に完全に切れた一歩は50万円をさらに上乗せすると言い出し、計量時に同じく50万上乗せした鴨川会長と合わせて300万円という破格のファイトマネーで試合が成立しました。ということで一歩ぶちぎれランキング第6位はゲドーの八百長に対し300万円をかけて挑んだ名シーンでした。真柴に宮田戦の反則の話題を出された時。一歩ぶち入れランキング第5位は真柴が宮田との再戦に未練はもうないのかと一歩へ問いかけるシーンです。真柴と対面したきっかけは真柴が合宿で家を開けたタイミングで久美が自宅へ一歩を招いた時でした。外は大きな花火が上がり、部屋でいい雰囲気になった一歩たちですが、寸前のところで合宿が中止になった真柴が帰ってきます。土下座をして逃げ帰ろうとする一歩に対し、意外にも真柴から話し合いを提案される一歩。真柴はすでに大人になった久美を押さえつけるつもり森もなく、自分以外の男に委ねる意思があると続けます。続けて真柴に久美の好きなところをあげろと言われた一歩はうまく答えられず、これを見ていた久美が私の好きな動物を当ててくださいとクイズを出し、なぜか回答にひねりが必要と考えた一歩は猫と答えてしまいます。一歩を帰らせようとする真柴に対してとうとう切れた久美は怒鳴り散らします。すると空気の読めない一歩はそれは言い過ぎですと真柴の味方をするような発言をし始め、久美はついに今まで見せたことのない般若顔で切れ始めます。完全にメンタルがやられた一歩は帰ることになりますが、パワーアンクルを忘れていったことに気づいた真柴が後を追います。引退後も現役と同レベルのトレーニングをしている一歩を見て、真柴は未練がないのかと問いかけます。いつも通りないですと即答する一歩に対し、意外にも真柴の口から宮田一郎と戦わないままでいいのかと一歩に問いかけるのです。戦うチャンスは何度かあった、そう返し真柴を睨みつける一歩。一歩の激しい怒りの感情に触れた真柴は自分が故意に反則をし宮田との再戦の約束を邪魔したことを認めます。その言葉に一歩は体を震わせ拳を握り込みます。しかしここで真柴から意外にもすまなかったと謝罪の言葉が出ます。意外な真柴の態度に一歩は謝らないでくださいと怒りの感情を収めます。正直真柴が反則したのって一歩がまだ高校生の頃なので、かれこれ10年ぐらい経っていますから、さすがに一歩も真柴を許す気になれたんでしょうね。しかもあの真柴がめちゃくちゃ嫌っている一歩に不利とはいえ頭を下げたというのが、これまでの真柴なら絶対にありえない意外な行動でした。そしてこの後真柴は妹に心配をかけない立派な兄になるため、世界チャンピオンになるその日まで妹に手を出さないことを一歩に約束させます。ということで一歩ぶち切れランキング第5位は真柴から宮田戦の反則の件を話したシーンでした。真柴の反則で宮田が負けた時。
一歩ぶち切れランキング第4位は、マシバが宮田の足を踏む反則により勝ったことで一歩が怒ったシーンです。第1ラウンドから宮田に一方的に攻められたマシバは早くもカウンターでダウンを奪われます。続く第2ラウンド、追い詰められたマシバは宮田の足を故意に踏んだ状態でパンチを浴びせ、ここぞとばかりにラッシュを打ち込み、宮田からダウンを奪い返します。マシバは宮田が足を痛めたことを分かっていながら嘲笑うかのように遠い間合いからフリッカーで痛めつける様子に、一歩の怒りは徐々に高まっていきます。故意に足を踏んで散々殴った挙句、にやつきながらフリッカーで遠くから痛めつけるマシバを見たら、一歩じゃなくても切れますよね。宮田も前線しますが、最後に放ったカウンターを打つ前に力尽き、マシバの逆転 KO 勝ちとなります。リング上で意識が戻らず担架で運ばれる様子を見ていた一歩は医務室に行きますが、宮田とは会えず、宮田の父からすまなかったと伝言を聞かされます。マシバが宮田を痛めつけていた映像を思い出し、近くの自販機を殴り壊す一歩、翌日になっても怒りの収まらない一歩はサンドバッグを長時間叩き続け、流血するほどの大怪我を負い、両拳を痛めてしまいます。マシバ戦を前に練習に打ち込む一歩はようやく切り替えたように見えましたが、藤井からマシバ兄弟の過去を聞かされた時も、宮田戦のことは絶対に許せないと全く怒りが収まっていない様子でした。試合が始まり、マシバのエルボーブロックで拳を潰された時も、ブロックの上から構わず何度も叩きつけたシーンも印象的でした。ということで、一歩ぶち切れランキング第4位は、マシバが宮田に反則をしたシーンでした。クミの顔に傷をつけた沢村隆平に怒りの添付し炸裂。一歩ぶち切れランキング第3位は、沢村が一歩の顔に傷をつけたシーンです。沢村は一歩の5度目の防衛戦で対戦しており、デンプシーロールを無様な技と罵ったことから物語が始まります。宮田をもしのぐ天才的なカウンターパンチャーである沢村に対し、これだけの才能がありながら試合で反則を繰り返す行為に一歩は、あの人のことは認めたくないと言い放ちます。計量当日、弁当を持って一歩に会いに来た組とついてきたマシバ兄は一歩を待っていました。一方、計量会場では握手した手を離さないでいる沢村の不気味な様子に、一歩は珍しく興奮した態度を見せます。クミと合流する一歩ですが、マシバに邪魔をされて全くリラックスできません。3人で歩いていると、マシバが沢村のバイクを見つけます。触ろうとするマシバを止めるクミを見た沢村が、なんと顔面に思い切りパンチを振り抜きます。寸前で一歩がガードし、クミの頬が切れ血をにじませます。間髪入れずマシバもパンチを放ちますが、沢村に避けられたところで一歩が止めて事なきを得ます。帰宅した一歩は沢村に対する怒りが収まらず、真っ暗な部屋で膝を抱えたまま体を震わせる一歩の姿が印象的でした。試合ではストップ&ゴーを繰り返す新型デンプシーによって、一歩は見事悪党沢村を成敗します。ということで、一歩ぶち切れランキング第3位は、組を傷つけた沢村に怒った一歩のシーンでした。会長をコケにする小島を全力の右ブローで叩きのめす。一歩ぶち切れランキング第2位は、会長をバカにした小島を一撃で KO した名シーンです。小島久人は2階級上のライト級からフェザー級へ転向したボクサーです。一歩との出会いは、佐伯戦を観戦しに後楽園ホールに訪れた際、後輩を懸命に応援する小島と遭遇したシーンでした。顔見知りの青木と再会を喜ぶ小島ですが、一歩に対してはガラリと態度が変わり、今までの対戦相手を能なしどもと言い放つ小島に対し、怒りと悲しみが混ざったような冷たい表情を浮かべる一歩。しかし翌日になると、小島の言葉が本心から言ってるとは思えないと言って、一歩の怒りは収まっていました。後日、雑誌のインタビューでも、小島は今までのダメな挑戦者と答えていることを知った一歩は、再び怒りの感情を表に出しますが、試合が近づくにつれ、またいつもの一歩に戻ってしまいます。しかし、計量当日、再び顔を合わせた小島は、一歩に対し指導者が悪いと鴨川会長を否定する発言をします。この時、一歩は初めて小島に対し怒りの表情を見せ、試合当日になってもその怒りは収まらず、控え室で高村にすぐに終わらせますと宣言するほどです。やはり一歩の怒りスイッチは鴨川会長にあることがここでも分かりますね。小島との試合が始まると、一歩はいつものピーカブースタイルではなく、拳を固く握り込み、これまで見たことのない 100% フルスイングを放ちます。一歩の破壊力で2階級上の小島の体が宙に舞い、失神 KO という驚愕の幕切れとなりました。ということで、一歩ぶち切れランキング第2位は、会長をバカにした小島をワンパンで仕留めた一歩の KO シーンでした。太平の裏切り行為を制裁する愛のビンタ炸裂。
一歩ぶち切れランキング堂々の第1位は青木の弟太平をビンタで吹っ飛ばしたシーンです。一歩は現役引退後会長の入院をきっかけに鴨川ジムのセコンドとして再びボクシングの世界に戻ります。一歩は恩師と喘ぐ鴨川会長への恩返しをしたいと考えており、そのための第一歩としてボクサーをスカウトする方法を思いつきます。そこで偶然出会ったのがテルをいじめていた太平という少年です。太平は青木の弟で喧嘩に強くなるためだけに一歩へボクシングを習い始めます。初めは太平を信じていなかった一歩ですが、改心したと思い込み指導を始めてしまいます。しかし太平は対立していた不良グループと喧嘩をしており、止めに入った梅沢もボロボロにされてしまいます。会長から譲り受けたミットを叩き飛ばされ、呆然とする一歩は太平の元へ歩み寄ると、左ビンタ一発で弾き飛ばし失神させてしまいます。一見ボクシングに対する冒涜、これに怒ったようにも見える一歩ですが、自分の教え子が問題を起こしたことで鴨川会長に迷惑が及ぶことを危惧して切れたんですよね。ここでもやはり鴨川会長が一歩の感情を高ぶらせているのがわかります。ということで一歩打ち切れランキング第1位はボクシングを喧嘩に使った太平をビンタで失神させたシーンでした。一歩がブチギレ人外ボクサーとして再起するためのトリガーとは。今回は一歩ブチギレシーンランキング12選を動画にしました。連載初期から一歩の怒ったシーンを全て調べ上げていくと、一歩って自分がバカにされたり危害を加えられても怒んないんですけど、自分以外の誰かを傷つけたりバカにされたりすると途端に別人のように怒るんですよね。で、突然ですが一歩がこれから再起するにあたり、どんなきっかけがあると思われますか？作中で団吉がトリガーは何種もあり、一歩と鴨川会長はどちらもその引き金を引くことをためらっていると言っています。会長は一歩の健康を案じていますし、一歩は釣り船屋を守るために引退を選びました。それで一歩がこれから再起のトリガーを引くにあたり、最も考えられるのが怒りではないかと考えています。その怒りを発する根本を突き詰めていくと、鴨川会長、宮田一郎、こちらが関わってくると一歩の感情が大きく動かされることが分かってきます。特に鴨川会長に関してはボクシング以外で絶対に手を出さなかったあの一歩が太平をビンタで殴り飛ばしていますからね。こうなってくると一歩がもう一度現役へ戻るトリガーとなるのは、やはり鴨川会長から戻ってこいと言葉をかけられることなんじゃないでしょうか。格上のリカルドへ挑戦したウォーリーとミゲルの姿を見た鴨川会長は、自分は本当にやりきったのかと自問自答するシーンがありました。伊達もリカルドに敗北した悔しさや後悔が胸にくすぶっていたからこそ再起できたと言っていますが、一歩の場合は負けて悔しいとかそういう感情が強くないため、同じ理由で再起することはまずないですよね。でも恩師であり親以上に慕っている鴨川会長から戻ってこいと言われたら、もう一度奮い立つんじゃないかと予想してるんですよね。でそうなってくると再起のネックとなるのが、実家の釣り船屋で一人働く母のひろ子なんですよね。考えたくはないんですけど、これからひろ子が事故や病気で亡くなってしまうとか、あるいは再婚して一歩が実家を出ていくことになるとか、いずれにせよボクシング以上に母を優先する一歩である以上、ひろ子に何かしらの変化が今後起こるのではないかと予想しています。この動画を見ていただいている初めの一歩ファンの皆様ってどうお考えでしょうか？一歩の再起について予想やご感想、ご意見などございましたらコメントいただけると大変嬉しいです。ということで今回はここで終わりたいと思います。チャンネル登録やグッドボタン、 SNS でシェアしていただけるとチャンネル運営の励みになりますので、ぜひお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。はじめの一歩考察チャンネルは毎週水曜金曜日に動画配信しています。よろしくお願いします。